皆さんこんにちは、谷口信輝です。今回はですね、あのノブチャンネルで好評のあの企画、世にも珍しい陳謝コーナーです。今回の、お陳謝はですね、こちらガーン、わかりますか？知ってる人います？ちなみに僕は知りません。オーナーの相澤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、失礼な話、何も知らないんですよ、この車のこと。はい、この車、はい、バイク、どっちですか？バブルカーです。バブルカー、まあ、あのバイクでは一応あるんですけども、はい、まあ、あの車のナンバーを取ってる人も、うん、あ、だから、バイクとして生まれてきてるんだろうけど、日本の登録の方式としては、はいはい、その中間の辺ってことですね。そうですね、車とバイクの中間の辺ぐらい。そうです。あ、なるほど、はい、なるほど、はい、メッサーシュミットって書いてあることだけは分かるんですけど、はい、これはメーカー、はい、ドイツ の、 あの昔メッサーシュミットっていう戦闘機を作ってる会社があったんですけれども、うん、はい、その会社が戦闘機が作れなくなって、はい、でこういう車を作り出したとの、はい、メッサーシュミットの、はい、KR200 というあのバイクなんで、あ、車なんですけれども、はい、KR はカビネンローラーという略なんですが、はい、キャビンスクーターという意味らしいです。はい、屋根付きのオートバイ。なるほど、なるほど、はい、ちょっと軽く説明してもらっていいですか、はい、いろいろ。はい、わかりました。まず、特徴的なのはこの三輪の、はい、前が2輪で後ろが1輪です、うんうん、で後ろエンジンになってます、うんうん、はい、で、まあ普通にこう屋根とかついてるんですけども、うん、ホロ付きの屋根というのもあります。これはちょっとこう透明のアクリルの屋根がついてるんですけれども、うんうんうん、ちょっと面白い感じですね、はい、バブルカーって言われるんですけど、まあ、泡がこう膨らんでるようなイメージでバブルカーという通称呼ばれてます、うんうんうん、乗り降りをするときにちょっと面白いんですが、こうやって開けます。おお、これは飛行機から来てる感じしますね。そうですね、あのメッサーシュミットもまあこんなようなレイアウトで、はいはい、乗り降りをしているんですけれども、はい、2人乗り。そうです、あの本当は 2.5 人乗りということで1人とあの親子と子供1人みたいな。1人、はい、1人、はい、子供1人、1人、はい、そういうレイアウトにはなってます。なるほど、はい、あとはあの乗り方は ABC ペダルになってます。アクセル、ブレーキ、クラッチっていう形で普通の車と同じになってます。なんかあの当たり前のこと言われてるんですけど、はい、ABC ペダルって言われたらすごい、あ、へえ、そうだ、へえ、ABC ペダルって。あとはあのオートバイのギアシフトになってますので、まあ、このギアがシーケンシャルの連続してこう、はい、あのオートバイと同じ。ただあの日本のオートバイみたいに、新しいオートバイみたいに真ん中に N がないんですね、うん、ニュートラルがないので、ここにちょっとあるレバーを、はい、あのこう掴むといつでもニュートラルが出るという、はいはい、違う、つまめばニュートラルになるの？なります、はい、ただまたそこから一足に入れないといけないんで、なるほど、ギアダウンさせる形になってるんですね、はい、あとはまあギアは何速、うん、ギアは4速です。4速、はい、昔のバイクなんでちょっとやり方が逆っていうくらいなんですが、何逆？手前で1速、2速、3速、4速なんです。おっと、なるほど、押して4速になるんですね。へー、はい、それとあと、まあ、バックがどうなるのかっていうのがちょっと気になるところなんですけど、バックギアは、はいはい、バックギアは実はこれはついてないんです、はい、ただあのエンジンを、昔の2ストロークのオートバイなんでエンジンを逆回転することによって、またバックができるようになってます。エンジンを逆回転させる、はい、そうです。まあ、昔 の、 あのもう本当に電気系統を逆にしてるっていうことなんですけれども、はいはい、これが特徴的ですね、はい、これ操縦桿牛の角みたいな、バッファローの角みたいな、はい、そうですね、飛行機をイメージさせるような、はい、そういうデザインにあえてしたんだと思います。どれぐらい切れるんですかこれ。あの小回りがすごい利く感じなんで、まあちょっと回転半径とかで忘れちゃったんですけども、かなり、とはいえハンドルは一周は回らないですよね。一周は回らない。ハンドルはどこまで、はい、直角ぐらいまで行くんですか。いや、まあ、これが限界。これで限界、はい、なるほど、うん、これ補給類、この辺をちょっと、はい、あの、はい、これはウィンカーなんですよ。あ、ウィンカー、はい、はい、あのウィンカーもいろいろなタイプがあるんですけど、これはまあオリジナルの、これを左で、はい、このトグルスイッチですね、はい、でこれ右でウィンカーという形になります、はい、でこれはチョークです。あ、チョーク、はい、はい、
ちょっと今重たいんですけど霊感地だけですね、はい、いや、これ大体常に、はい、指導時は必ずチョークを引っ張って、はいはい、指導させる感じですね、はい、昔のリーイングというメーカーのキャブレターなんで、うん、ガソリンをちょっと送ってあげないと、うん、はい、ティクラっていうのもついてないので、うん、まあ簡単に言うともうエンジンを足でティクラっていうのはガソリンを強制的に送り込む装置がついてるものもあるんですけども、うん、これはもっとその前のキャブレターです。僕みたいなヤングにはわからないですね、それね。というそういうものはついてないで、ガソリンをちょっと押し込んだりついてないので、チョークがかなり必要になります。これがライトになります、はい、まあ、この下の足元のところに上下をするスイッチもついてますので、うん、ハイビーム、ロービーム、はいはい、それを押せば、はいはい、足で操作すれば下と上ができるようになる。そんな車は知ってる。マーカス、はい、マーカスがハイビームの戻し方分かんないってすごい悩んだことがあって、はい、ハイビームのドロービームの切り替えがどこを探してもなくて、実は足元にあったっていう。これもだ。はい。では、まあ、スピードメーターと、はい、あとちょっとタコメーターはこれ元々ついてるので、自分で足元につけて、おります。そしてそのピンポン玉のやつがパーキングブレーキですね。なるほど。なぜこんなのが積んであるんですか。はい、まずガソリンがですね、はい、普通 の, レギュラーガソリンに昔のオートバイなので混合にしないといけない。25対1で作って、なるほど、はい、ガソリンスタンドで、5リットルに対して、うん、はい、まあ、ある程度の容量ツーサイクルオイル混ぜてね。そうです、はい、それやるということで。あとはまあちょっとこういったフォルクスワーゲンなんかにも付いてた灰皿とかついてたりとか、ちょっとこういうのも非常に今金額が高くなってるんですけど、そこを聞きたい、はい、この車両は、はいはい、高いんですか。昔はもう全然今の金額をだったら引ける、はい、それとも昔の金額だったら引ける。昔の金額だったら、はい、私が買った時、はい、100万ちょっとです。あ、で今は今は引けてるじゃないですか。まあかなりの、まあやはり、はい、希少価値がで、そうですね、プレミアムがついて、そうですね、まあやっぱり5倍ぐらいもっとそうですね、まあそんな感じのと、まあそこまではいかないですけども、どこまでいかない4倍ぐらい、はい、まあそんな感じのものもあります。さっきからちょっと気になっていることがありまして、はい、一応ドイツですよね。はい、ドイツです。ドイツの方って大きいですよね。はい、だから大丈夫なんじゃないかなっていうところと、ええ、サイズ的にちょっとどうかなって思ってるんですよ。はい、以前ね、はい、ちょっと変わった車を乗りに行ったらですね、はい、蓋閉めたら こんな感じだったんですよ。こんな感じ、はい、一度ちょっと相澤さん、はい、これちょっと試してもらって、はい、どんな感じなのか見てもらっていいですか。じゃあちょっと乗ってみます、はい、まあ、乗ると、まあ、私が乗ると、まあ、こんな感じですね。でちょっと閉めますと、はい、あ、いけるな、こんな感じ、絶対いけるな、はい、へ、割とこう中が余裕、やっぱ海外の人が作ってるものなので、じゃあちょっと安心感が、試していいですか、はい、どうぞ乗ってみてください。じゃあいけますか。よいしょ、どうですか。よいしょ、よいしょ、どうですか。ちょっと閉めて、なんかね、はい、かわいい。じゃあ閉めてみますか。はい、いける。指3本ぐらいある。大丈夫ですか。大丈夫ですね、俺の目線上にちょうどここのピラーっていうのが、ね、ピラーがこれがちょうど来るな。最初圧迫感があると思ったんだけど、慣れると透明なんで、上が透明だから忘れるじゃないですか、はい、そうですね、だから、はい、意外と狭く感じないですね、乗れると思います、はい、いいですか。じゃあはい、ちょっと試乗させていただいてよろしいでしょうか、はい、お願いいたします。運転難しい、ね、行動をいきなり行くのはちょっと、ね、今俺ね、免許取りに来た時の初めて路上に出る時のような心配って感じ。ちょっとクラッチミートさせるのも意外とね、はい、
いやいやだって教官が今から後ろに乗るわけでしょ、はい、教官乗ります。結構厳しい教官です初めてですよそこ乗るの、はい、もうめったに乗ったこと人の運転乗ったことに。じゃあエンジン始動いきます、はい、お願いします。おお、光がいい。でまずはい、さすがですね。さあ発進、手が挟まるちょっとね。これ、はい、車庫端大丈夫ですか、これ。右にウインカーを右に、はい、さすが、すごい出るか、はい、いきます。おお、すごいな。二速、おお、すごい。ウインカー、はい、左です。車庫端のギアダウンしたけど、はい、しました。すごいな、素晴らしいですね。ウインカーが、あ、ウインカーが。すいません教官、はい、お願いします。おお、結構出したんです。今4速です。これ結構出ますよ、4速で。何キロか分かんないこれ。右の今ので多分40キロぐらい。なるほど、後方確認がしづらい、はい、後ろ乗ってるから。あ、なんか楽しいかも。楽しいでしょ、はい、すごい。エンストなしですね。エンストはしませんよ、さすが。面白い、はい、単速で出して、はい、直線道で4速で行く。左です、左です。あ、左、はい、こうね。うまいっすね感心しました。結構出そうでしょ。もっと私が乗ってなければもっと多分、速度出す気にはならないですねも無事できました。できました。なんとなく慣れました、ね。ちょっと慣れましたね。はい、もうさすがです。私はもう感心しました。いやー、他人のあのメーターに乗ったら初めてですよ。これギア変えるときに回転が上がっちゃう感じですね、はい。そうですね。あんなもんですか。今多分ちょっとクラッチが離れてないんだと思います。なるほど。結構後ろ乗り心地いいですね、これ。初めての後ろ、はい、初めて慣れました。いやもう感心です。私これ一発で乗れるって初めて見ました、やっぱり。もうチェックライド合格です。 ありがとうございますバックはエンジンを一回止める、はい、でちょっと落ち着いて、ちょっとこう車を落ち着かせるわけですね、はい、でこれを押して、はい、押して回す。はい、これでギアを、はい、一速に入れる、はい、おお、これバックを、はい、あのやってくださったのは谷口さん初めて。あ、そうですか、はい。これはもうかなりあのレアな、はい、バックは、あのこの車がバックできるっていうことが皆さん知らないんです。すごい、さすが。さあ、ということでね、こちらのメッサーシュミット KR200、乗らせていただきましたが、なんかね、久しぶりに、まあ、この車は意外とまあ癖強めだけど。構造さえ理解すれば全然乗りやすく、なんか乗っててとっても愛くるしい感じでした。
相田さんも初めての後部座席、はい、後部座席は、ね、はい、違う景色が見えます。いや本当これは陳謝と言って全く、あの問題なしですね、これね、はい、使えないと思います。あの今回ね、相田さんにこちらのメッサシュミット乗らせていただきましたが、実はなんかもう一台変わったのをお持ちでいらっしゃると、はいはい、またこれはちょっと乞うご期待ということでぜひまたお願いします、はい、ということでね、次回、また新車が現れるであろうということでお楽しみに。